ちは。さあ豊さん、はい、あの今シーズン結構外国人選手が球団から自由契約になるというケースが報じられているのが多いなと感じているんですけれども、中でも現在 DeNA のバウアー投手筆頭にポランコ選手、それからペルドモ選手、そしてソト選手などが自由契約という形、まあ複数年してないからね。そうですね、単年ということなんでしょうけれども、はい、これは自由契約であってクビではない、ではない、対談ではないっていうことなんです。完全対談ではないということです、ね、そうですね、半分こうチューブラリンの形になってるってことですよね。これあの特に外国人選手の場合、保留選手名簿から外れて自由契約となっても、それで即退団になるとは限らないと。そうだよ、はい、で残留オファーを出していても契約の交渉を進めていく中で、保留者名簿の提出期限までに合意に至らなければ、一旦はその保留者名簿からは外さなければならない、うん、その後交渉が合意に達して残留となるケースもあるというところなので、まだ例えばポランコ選手なんかもロッテを辞めた、完全に辞めたわけではないということですよね。ポランコとペルドモ、はい、この2人はなんかロッテに帰ってきそうな気はするけどね。これはあのその交渉至らなかったっていうのは金額の部分でってことなんですかね。他の球団の話も聞きたいっていうような、まあ、そんなこともあるのかな、まあ、FA によく似た、宣言はしないけど、残留宣言なかなか、まあまあ、そんな感じなのかなっていうような感じがするよね。例えばポランコがね、ホームランを取ってみたいな、はい、他球団の話も聞きたいみたいな、はい、まあ、そういうこともあるだろうし、ペルドモなんかもね、まあ、ある程度の実績を残して、はい、このままでいいのかとか、うん、年俸はどうするんだとか、うん、まあ、そういうところでやっぱちょっと時間を置きたいっていうね。だからロッテが嫌で退団するとか、ロッテも首いらないっていうことでは全くないし、まあ、バウアーもそうだよね。まあ、そうですよね、まあ、バウアー選手はずっと言われてたのが、NPB に残るんだったら自分は DeNA、うん、でメジャーでまた帰れるんだったらメジャーみたいなことを、まあ、条件次第だと思うけどもね。ただこれ本当記事に出てたりとか、まあ、ある情報から聞くと起訴はされなかったですけれども、結局やっぱそういうイメージがついているので、もうメジャーには戻れない、メジャーの球団が興味を全く示していないというところが、まあね、数年前に、まあ、DV という、ね、はい、まあ、事件が起きて起訴されて、はい、まあ、起訴っていうか、まあまあ、訴えられて ね、 そうですね。ただそれがあの証明されなかったのでっていう、だからまあ白くはなったんだけど、はい、まあ、でもそういうイメージがついた選手っていうのは、うん、メジャーでもあんまり左右しないよね、もうね。あのメジャーってやっぱ NPB 以上にそういうところが非常に、まあ、厳しいな、厳しいっていう。だからなんかこう聞くところによると、はい、若い選手でものすごいもうスーパースターの候補だった選手が、うん、まあ、ちょっとある事件を起こして永久追放陣になるんじゃないかっていう話もあるぐらい、はい、まあ、どんなにスーパースターでも、うん、どんなに実績上げてても一発でダメになるという、うん、まあ、そういう厳しいよね、メジャーって。メジャー厳しいです、まあ、だからバウアーは俺は予想では DeNA に戻ってくると思う、うんうん、っていう気がしますね。いや戻ってきてほしいし、いやソフトバンク行っちゃったみたいな言葉やめてほしいよな、まあ、なんかそうですね、多分ソフトバンクも行くでしょうけど、いや相当お金は積むと思うからね、他球団もね、うん、もちろん行くと思うね、交渉はまあ全て、はい、あの自由だろうから、もちろんそうですよ、ね、だから金額提示もおそらくしてるだろうしな、はい、いろいろとな、うん、各球団も、うん、メジャーにはこう、ね、向こうバウアー側からこう、うん、オファーかけてるけども、うん、まあ、未だに返事がないとか、そうなってくると俺はもう球界、日本球界に戻ってくるかなっていうような感じはするけどね。そうですよね、うん、あと、まあ、バウアー投手といえばやっぱりその野球面以外でも YouTube OK だったり、いろいろこうプライベート的に例えばグッズ OK だったりとか、うん、そういう条件もあるので、もろもろを満たせる日本の球団にが交渉してるのかな。まあまあ、でもあれだけ YouTube をやりながら、うん、あれだけの成績を残して、はい、まあ、マウンドに立ったらあれだけの闘争心をむき出しにね、してくれる投手っていうのはやっぱり何やってたっていいよみたいな、別にそれがこう集中力を欠いたりだとかしてるわけでもないしね、はい、うん、だからやることはやってくれてるから、まあ、DeNA に戻ってきてほしいけどな。いや、ファンはね、一番多分それをね、望んでますよね。だからそれはバウアーの、ね、言葉というか、はい、いや日本でやるんだったらも戻ってくるよみたいな、うん、まあ、言ったか言わないか知らないけども、はい、多分言ってると思うんだよね、うん、だからそれは裏切らないでほしいなと思うけど。
ね。そうですね、うん、あとソト選手、これは対談じゃないのかなっていうような気はするんだよね。あ、これじゃあ、あのその交渉次第で他球団とも交渉しながら戻ってくる可能性もというよりかは、だから戻ってくる、あの他球団にも行く可能性もあるよ、うん、あるけども、まあ、違うところでやりたいんじゃないのかなっていうような気はするけどね、うん、ということは他球団で今ソト選手に接触とか交渉とかしてる球団もある。いやそれは分かんないな。そこかね、全く情報が、それか向こうの野球でどっか探してるのかもわからないしね、うん、まあ、エスコバー投手がねメジャーに、そうだよ、カブスだっけ、カブスで出てましたね。なのでソト選手もやっぱメジャーでやりたいっていう思いなのか。いやそれはね、うん、できればチャンスがあるんだったらメジャーでやりたいよ、まあ、ですよね。それは 3A でやるんだったら日本に帰るみたいな。ただそのソト選手の今シーズンの成績からするとなかなかな、取るところはないだろうし、だから DeNA もソトに対してはもう深追いはしないんじゃないかなっていうような感じはするけどね、うんうん、そうなんですね、うん、ただまあ去年でいうとあのロッテのオスナ投手もこの自由契約の枠に入ってたってことですか。まあそうだよね。でもソフトバンクに、まあ、それで交渉でソフトバンクに行ったというっていう、そうです、ね、まあ、そうだね。だからまあそういう危険性はあるけどもね。いやそうなんです。だからポランコ選手もペルドモ選手も自由契約になってロッテがに戻ってきてくれればファンも嬉しいですけど、他球団に取られると可能性はある、うん、可能性あるの、まあ、ポランコは大丈夫、大丈夫だと思うんだけど、ペルドモはちょっとね、うん、どっか行く可能性も強いよね、うん、まあ、それとやっぱメジャーでやる可能性もあるしな。あ、まあ今多いですね、また戻るっていう。まあそうだね、うん、やっぱメジャーの見方も日本の野球っていうレベルがねすごく上がってるし、はい、うん、そこで結果を残せたピッチャーっていうのはメジャーでも使えるなっていうような、そういう評価になってんのかなっていうような気はするけどね。日本のレベルが上がっちゃったからね。いやそうなんですよ。なあ嬉しいことだけどな。嬉しいことに。じゃあ豊さん的にこの4名の選手、スポランコ選手はロッテに戻ってきそう、うん、まあ、残りそうです、うん、残ると思う。ペルドモ選手は、ペルドモは分かんないな、ちょっとな。でもいろいろ探してなかったらもう絶対戻ってくるしな。あ、まあ、バウアーは俺は DeNA に戻ってきそうな気はするな、うんうん、でソト選手はそのまま対談かなっていうな。あ、まあ、そんな感じはするけどね。そうなんですね、うん、バウアーはもう荷物置いとけばよかったよね。全部ね、どうしてっていう。まあまあこういうことだったんだろうね。やっぱメジャーの球団を探しっていうことなんだろうね。まあ、だからこそ単年で DeNA と今シーズン契約したっていうところは、やっぱメジャーに戻りたいっていうところの足がかりっていうのももちろんあったでしょうし、まあそうだね。だからまあバワーがまた見れるとね、嬉しいけどね。日本人として嬉しいですけどね。いろいろルールがあるけどな。そうなんですよ。だからここら辺がなんかもうどん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 複雑化してるというかね、うん、まあ人の一生だし、まあ、仕事場、はい、契約だから、うん、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないけども、あまりにも自由だなっていうような、うん、まあ、自由でいいのか、まあ、だから自由契約なんでしょうかってなっちゃってるんですね。で巨人の例えばブリンソン選手なんかは戦力外ってことなんですよね。まあそうだな、自由契約ではないですもんね。だからもう巨人とは契約しないということだからね。っていうことですもんね、うん、だからそういう外国人の挙手っていうのもすごく気になるな、うん、なりますね、うん、特にね、去年今年って例えばポランコにしてもシシメルセデスにしても巨人ね、からロッテにも行ってますし、そうだね、うん、結構1年で他のとこ行くっていう外国人の選手も増えてきてますからね。まあ増えてるな、うん、まあでもそれだけまあ数通しも良くなってきたっていうことと、うんうん、他の球団もあるっていうことはさ、はい、日本の野球に慣れてる選手っていうのはやっぱ取りやすいよね、うん、それはそうですね、未知数よりいいですよね、うん、まあそうだね、それと日本の環境にも慣れてるというね、うん、まあ、取りやすさっていうのはあるよね。そうですね、うん、で彼らも、まあ、1年だけでとか2年だけでとかいうよりも日本でキャリアを積みたいって考えてる外国人も増えてきたっていうことだよね、うん、そうですね、だから昔とやっぱり変わってきてますね。そう、それとやっぱ若い外国人だったらここをステップとして、うん、もう一回メジャーで、うん、ここで技術を磨いてとか、はい、まあ、そういうことも考えてる選手はいるだろうね。やっぱりスアレスとかもそうでしたからね、阪神も。やっぱりレベルが高いからね、日本は。そうですね、だからやっぱ 3A とか 2A でやるよりやっぱり日本で
成績を出して、まあ、そりゃそうだ、メジャーにっていう、そういう仕組みには変わってきましたね。まあ、日本のバッターって打つとね、しつこいからな、うんうんうん、だからそういう意味ではそこでしっかり投げれた、はい、ピッチャーっていうのはメジャーも注目するだろうし、うん、日本のピッチャーの精度、はい、その中でしっかり結果を出せた外国人、うん、これはやっぱメジャーも注目してるだろうしね。そうですね、うん、だからそれだけこうメジャーに少しだけでも近づいたんだなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、まあ、いずれにせよね、今日挙げたこの4選手たちが、まあ、来シーズンどこのユニフォームを着て戦っているのか、はいはい、まあ、予想はバウアーは DeNA、はい、ポランコはロッテ、はい、ベルドもちょっとクエスチョン、クエスチョン、はい、うん、外対談、外対談、はい、はい。